どうもこんにちは。昭和40年代生まれの皆様。皆様のね、少年時代、10代の頃を支えた漫画に、湘南爆走族っていうね、少年マガジンの漫画があったと思います。ね。当時はね、いつこれ打ち切りになるんだろうと思って、まあ、打ち切りになるまでの1週間をね、楽しみに待っていたんですけども、思いのほか長く続いて、で、さらにそれが終わった後に GTO なるね、漫画が始まってドラマになって、これがね、むちゃくちゃ面白かった。GTO が面白かったから、湘南爆走族が余計面白く見えてね、また読み返してしまった、そんな私でございます。きっと、ビーバップハイスクール以降、なかなかね、面白い突っ張り漫画に出会えなかった、皆さんも同じ気持ちを持っていたんじゃなかろうかと思います。まあでもね、この突っ張り漫画の、その続編ってのがなかなか作られなくって、その中で、異彩を放ったのがこの GTO だったんじゃないかなと思うんですよ。あのね、突っ張り根性の鬼塚英吉とその仲間たちが、またね、大人になって帰ってくるっていうところに胸躍らせたもんです。でも、あれからまた時間が過ぎてね、2024年。皆さん50代のおっさんですよ。まあ、ビーバップのおっさんって作品もありましたけども、今回 GTO がリバイアルで帰ってくるというね、これはなかなか楽しみだなと思います。私ももともとね、GTO が好きだったわけでもないですし、まあ、マガジンで、あの例のね、湘南爆走族を楽しみに待っていたわけではなかったんですけども、今となってはもう大ファンですね。特にね、この GTO はね、反町がやらなあかんだろうと、ずっと思ってました。反町以外の方の GTO も面白かったんですよ。面白かったんですけども、まあ、なんと言いますかね、ちょっとこう、垢抜け感が、今いる昭和生まれにはちょっとギャップがあったかなってことなんで、昭和生まれの私たちとしては、反町の GTO が見たかった。それをね、まさに今回、26年ぶりに叶えてくれた。素晴らしいな。うん。プロモーションビデオが YouTube でたった16秒なんだけども、作られてますんで、そちらのね、概要欄に貼っておきますから、ご覧いただきたいと思います。いや、最近はね、危ないデカですか。あれもリバイバルで帰ってくるしね。まあ、GTO も来たかって感じですよね。しまいには、金八先生もリバイバルされるんじゃないかなとかね。うん、懐かしいところで言うと、男はつらいよの続編が少年時代をドラマにして、5夜連続で放送されたりね。その他にもね、リバイバルやってほしい作品としてはそうですね。北の国からってどうですかね。もう田中邦衛さんいらっしゃらないんですけども、田中邦衛の少年時代みたいな感じでね、誰が見たいんだそんなものって感じですけども、怖いもの見たさってのもあるかもしれません。まあその他そうですね。意外なところでオレゴンから愛ってのはどうでしょうかね。うん、まあいずれにしても昭和の名作ってのはもうここでね、死に絶えたのかなと思っちゃいました。令和の時代になって、この GTO が今、若者と一緒に見れるのは喜びです。今私たちに足りないのはこの鬼塚英吉なんじゃないかなと思います。それでは楽しみに待ってましょう。いってらっしゃい。